そらく僕が今日したのも不正ログインの仕業です。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。最短駆けつけ2時間、特殊清掃遺品整理。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容をまるまる信じないように注意してください。本日の話題はアインシュタイン稲田さんのバッチリ感想額でございます。ずっと前に今回の事態が発覚する前にミルダム配信で軽めにやった気がするのですが、その時は本気モードではなくライトにやっただけだと思うんですよね。はっきり言ってイレギュラーな顔です。これは大げさや稲田さんの顔をバカにしているわけではなくて、例えるならばそうですね、板前歴30年のお寿司屋さんの大将がいたとしましょう。30年間の間毎日のように魚をさばいてきました。アジにタイ、ヒラメ、コハダ、マグロにイカ、誇張して言うならばもう目をつぶっててもこなせるくらいでしょう。僕も正直通常の人の面相読みであればある程度はそんな感じです。それはね、リーディングしてきたデータ数が違いますからね。しかしある日寿司屋に常連客が予約もせずに店の開店よりも少し早い時間にやってきました。大将、今日は朝から釣りに行ったんだけど、こんな見たことない魚が引っかかったんだけど美味しく料理してもらえる。まさにこれと全く同じ状況でございます。そりゃ毎日のようにやってるし、包丁さばきや魚の切り方はわかるけど、これどうやって食べるのが一番美味しいのか、っていうかそもそも食べれるのか、毒を持っていないのか、そういうのは一切未知の世界。それと同じリクエストを僕は今されているわけです。ですから一般の方よりも包丁の使い方には慣れているものの、食べ方が合っているかどうかわからない、そんな状況でございますが、まあ先日の動画で10件以上リクエストが来たらやりますと約束しましたから、やるしかありません。まずはマカロンを見ていきましょう。稲ちゃんの動画見ました。テレビや YouTube 見たりして応援していたのに残念です。ぜひ感想額お願いします。次、アインシュタイン稲田さんの不適切行為疑惑を取り上げてほしいです。これこれさんの YouTube 配信で告発されていました。稲田さんは変なことに巻き込まれましたと逃げています。次、アインシュタイン稲ちゃんはお顔立ちから面相読み取り難しいですが、どうですか。お笑い好きのケンケン先生には芸人の秘宝が続きますね。どんまいです。次、昨日のメンシップ配信面白かったです。やっぱりアインシュタインの稲田ってそんなことやってたんですね。ケンケン先生とグラビアの会話は絶対に真実でしょうし、これこれさんの追求も 100% 正しいと思います。逃げてる稲田終わってる、顔もキショイのに中身もキショイって、どこか良いところあるの。次、ケンケン先生こんばんは。アインシュタイン稲田の時事ネタ動画を拝見しました。10件以上のリクエストが来たらがっつり感想額をやってくれるということですから、稲田さんがこの後どうなると私からするとどうでもいいんですが、感想額は気になるのでお願いします。てか稲田さんはやってるでしょう。これこれさんが正しい、感想額はケンケン先生が正しい、お願いいたします。最後もう1通、アインシュタイン稲田さんの感想額をお願いします。10件以上溜まったかな。稲ちゃんは不正ログインだと言い張ってますが無理がありますよね。あ、違いますよケンケン先生、ゼロポイントフィールド仮説からすれば稲田さんの不正ログインは正しいかもしれません。ゼロポイントフィールド仮説なんですよ。はい、6名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。最後の方は面白いマカロンでしたね。さすがです。以前の動画でやりました、このチャンネル史上最も頭が悪かったお花畑ビーストゼロポイントフィールド仮説男をすぐにネタにするとは、天才の視聴者様もいてました。どこにでもセンスの良い方っておられますよね。感心していますが、今日はアインシュタイン稲田さんについてです。以前、時事ネタ動画でやった時よりは話は進んでいますので、その部分も解説しながら、最後には稲ちゃんの感想額をがっつりとやらせていただきますので、今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、不正ログイン被害公表。項目2、DM を注意されていた。項目3、不正ログインは万能でない。項目4、稲田さんを感想額で見る。の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、不正ログイン被害公表です。では僕が台本を書いている段階で一番新しいニュースを確認しておきましょう。ピンズバ様の記事を引用させていただきます。アインシュタイン稲田 SNS で画像収集否定&不正ログイン被害公表、乗っ取りのリアルと対策法を専門家が解説というタイトルでございます。世間を揺るがす一大事がありますと即座に匿名のユーザーが飛びつき大沸騰となるのは SNS です。そんな SNS 上で人気芸人に関します疑惑が噴出しましたのは7月29日のことでした。 X 旧 Twitter 上で73万人超えのフォロワーを誇ります暴露系 YouTuber のコレコレ氏が人気お笑いコンビアインシュタインの稲田直樹さん39歳に関する
告発を行いました。これこれ氏によりますと、稲田さんはインスタグラムの DM を通じまして、フォロワーの女性に性的な画像を送ってくれるように要求していたとのことです。告発騒動を受けまして、稲田さんは疑惑を完全否定し、不正ログインされた形跡がありましたと X でコメントしました。警察に証拠を提出して相談している状況ですとしています。しかし、これこれ氏は信じていない様子です。今後の展開に大いに注目が集まっています。とウェブライターは語りました。2016年5月には女優の長澤まさみさん37歳や武井絵美さん30歳、北川景子さん37歳らの Facebook へと不正にアクセスをした男性が警視庁により逮捕されています。過去にも起きたことがあります。芸能人の SNS への不正アクセス、過去に SNS の不正ログイン被害を受けた経験があります。都内の IT 企業に勤めます。30代の女性が話します。 LINE が他人に乗っ取られてしまったんですが、登録している友人へと一斉に Amazon ギフトカードを買ってきてという趣旨の発信がされていました。友人から次々と大丈夫かと自分の LINE へと連絡が来たことで不正乗っ取りに気がつきましたね。乗っ取られていても LINE を使用できることもその時知ったのですが、その後ヘルプセンターに連絡し事なきを得ました。 SNS の不正アクセスって本当にあるんだと実感しましたよ。SNS の不正乗っ取りに詳しい IT ジャーナリストの三上氏が弊サイトの取材に答えます。不正ログインが起こる原因は SNS の ID やパスワードが何らかの形で流出した、または単純なパスワードを使っていたために第三者が容易にパスワードを推察できログインができてしまったということです。我々は生活する中で100や200ものサイトにメールアドレスとセットでパスワードや ID を登録します。人によってはその多くを使い回してしまう人もいる。そうなるとどこかのサイトからパスワードと ID が流出していると考えた方が良いでしょうと三上氏は語りました。流出してしまいました ID やパスワードはインターネットの裏側でリスト化され販売されているそうです。このリストを手にした人間がサイトへと不正アクセスを試みることをパスワードリスト型攻撃と呼びます。多くのサイトでパスワードや ID をセットで使い回している人は SNS の不正アクセスにも遭いやすいと言えるでしょうと前述の三上氏は話しました。しかし通常アクセスしない端末から SNS へのログインがあった場合は利用者へと通知のメールが届くそうです。そのため第三者によります SNS への不正アクセスに気がつくこと自体はさほど難しくないそうです。ですがいくつものサービスやサイトへとアクセスする ID とパスワードを複数個覚えるほど記憶力に自信がないという人はどのように対策すればよいのでしょうか。登録するサイトのパスワードをすべて違うものにしたからといって全部を記憶する必要はありません。例えばパスワード管理ソフトと呼ばれるものがあります。そちらに自分が使っているパスワードと ID を登録さえすれば管理ソフトへとアクセスできるためのパスワードのみ記憶するだけで安全にパスワードの管理ができます。またスマートフォンを利用中にスマートフォンやブラウザへとパスワードを記憶しますかという表示を見たことがある人も少なくないはずです。この機能の利用も有効だと三上氏は語ります。流出の可能性がゼロではありませんが、パスワードを使い回すよりはスマホにパスワードを記憶させる方がはるかに安全です。利用するのがおすすめの機能と言えるでしょう。三上氏は改めて SNS への不正アクセスによって起こる大変な事態について説明してくれました。自分自身の信用が他人に利用されてしまうという点が大きいですよね。不正アクセスが原因で SNS を通じてつながっている自分の友人を投資詐欺サイトへと誘導してしまったというような話も聞きます。また今回稲田さんの身に起きたとされます。自身のフォロワーとの間で怪しげなやり取りを勝手に行われてしまうというケースもあるのかもしれません。今後稲田さんから新しい報告はあるのか注目が集まりますが、 SNS の不正乗っ取りは現実的に起こりうることです。くれぐれも注意していただきたい。はい、という記事でした。それでは次の項目です。詐欺込む項目に DM を注意されていたです。稲田さんは不正ログイン、不正ログインとそれのみで押し通そうとしていますが、それが嘘ではないのかという一つの根拠を示すニュースもネット上に取り上げられています。トースポウェブ様の記事を引用させていただきます。アインシュタイン稲田 DM 没頭注意されていた、性的画像要求疑惑は否定もという記事でございます。アインシュタインの稲田直樹さん39歳が性的画像要求疑惑を再度否定しました。稲田さんは DM でネット番組の企画を装い女性に性的画像を要求していたと配信者のコレコレ氏に指摘されています。7月29日に X 旧 Twitter で全く身に覚えがないなどと完全否定しました。コレコレ氏から再び追及されますと1日で X で疑惑を再度
否定した上で、僕のセキュリティ管理が甘く不正ログインされた形跡がありました。吉本興業にも報告して、警察に証拠は提出して相談している状況です。などと報告しております。インスタのアカウントが何者かに乗っ取られ、自身の意図に反する形で DM を通して性的画像の要求があったとの主張ですが、しかし過去に稲田さんはインスタグラムの DM でファンとやり取りしていたことがある。DM 好き芸人として知られていました。それを周囲から注意されておりまして、DM を受信拒否していた時期もあったそうです。お笑い関係者が次のように話します。稲田さんはファンからの DM に頻繁に返して交流していた時期がありました。周囲からインスタの運用を注意されて一時 DM を受信拒否の設定に変更。今もそれを続けているかは本人しかわかりません。インスタの運用には用心していたはずですが、というお話でした。2022年4月放送のテレビ朝日系クリームなんたらでは、インスタの DM を通して女性と食事に行ったと相方の河合ゆずるさんから暴露されています。稲田さんは番組内で占い師からファンの子に DM を送っちゃダメとアドバイスされて頭を抱え、相手から DM が来たものに返事をするのはいいですかと確認していました。占い師からダメ、ファンに手を出していけませんと釘を刺されるとため息をつき、スタジオを爆笑させていたことがあります。ですが今回の騒動に関して稲田さんは完全否定しており、不正ログインされた形跡があるとしています。どのような結末を迎えるのでしょうか。はい、という記事でしたが、占い師なんかに注意されていたら世話がないですね。まあ、こういうところで証拠のパーツが一つ一つ出てくるわけですよ。僕は7月31日のメンバーシップ配信内でも、3、4年前のことを語っています。不正ログインという一つの武器で戦えるはずがないんですよね。それでは次の項目です。項目3、不正ログインは万能でないです。稲田さんはまるで鬼の首を取ったように不正ログインの一本槍で攻めてきますが、どう考えてもおかしさしかありません。項目1での乗っ取りの話はまだわかるんです。そこの意と意味というものがはっきりとありますからね。 Amazon ギフトカードが目的でした。要するにお金、これは犯人の狙いがよくわかります。この場合は稲田さんでなくても誰でもいいんですよね。乗っ取り終えたらあとは周りのフォロワーにお金をせがむだけです。フォロワー数が多ければ多いほどいいでしょう。また、お金系のなりすましで言いますと、以前メタ社の広告で問題になっておりました。前澤社長やホリエモンならばわかります。お金持ちキャラですから、投資案件を持ちかけてお金を抜く、その行為にぴったりのなりすましキャラだと言えます。しかし今回は全く違いますよね。乗っ取った後、稲田さんになりすまし、フォロワーの女の子からエッチな写真を送ってもらおうとした。これならばもっとなりすますキャラが他にいますよね。お顔がどうお世辞を言ってもかっこよくない稲田さんである意味がないんです。そして知名度も超一流かと聞かれればそうではありません。もし女の子のそういう画像が欲しいのであれば、有名なジャニーズタレントなどの方が画像収集しやすいでしょう。としますと、考えられる点、思いつく理由は2つくらい。1つ目は稲田さんに恨みがあって、稲田さんの仕業にして不祥事を起こさせたようにしたい。まあアニメやドラマではないので、そんな復讐劇はありえないでしょうし、もし仮にそうだったとしたら、もっとえぐい要求をしたりやばいことをするでしょうし、本当に勝手にログインできたのだったら、もう一つは稲田さんが DM をやり取りしていた女の子のことが好きで、その女の子がフォローしている有名人から逆算して稲田さんを見つけたということでしょうけども、まあこれも現実的ではないですよね。やってる行為、文面、さらば青春の光の森田さんの名前を出したり、アベマの企画という作りなどなどを全部総合すると、稲田さんしかありえませんよね。 99.9% ぐらいの確率で、どうしても逃げる術がなかったから不正ログインというワードを出したんでしょう。中には丸々鵜呑みにしているユーザーもいてるみたいですが、恐怖を覚えます。不正ログインだったんですね、よかったとか、稲ちゃんがそんなことをするわけないですもんね、みたいな書き込みを実際に見かけました。まあそういう人間はスピに引っかかる側の人と同じですよね。不正ログインというのはそんな万能な、パーフェクトに活用できる言葉ではないんです。そういうのがまかり通るんだったら、巷のネット詐欺も全部不正ログインとか言えます。オリンピックの柔道やバスケットの誤審から、トランプ大統領の暗殺未遂、広瀬めぐみことエッフェル赤ベンツチョメ姉さんの不倫、江原博之氏がジョジョ園で特上頼んで売り切れて女性店員にブチ切れていたのも、絵本作家ののぶみ大先生がいとこが知らぬ間に作ってた娘6歳らしいし、お菓子時だよねというツイートにいいねしていたのも、キリンさんの首が長いのも、ゾウさんのお花が長いのも、全部不正ログインのせいにできます。おそらく僕が今日コーヒーを思いっきりこぼしたのも不正ログインの仕業です。要するにそんなレベルです。慌ててそう言ったのかもしれませんが、どうせならばスマホごと落としたの方がまだほんの少しだけ信憑性が高かったかもしれませんね。こっからも無理やり認めないんでしょう。
吉本と一緒に知らぬ存ぜぬで通すんではないでしょうか。プロのハッカーに狙われて完璧に痕跡は消されたけども、勝手にインスタグラムを操作されていましたけど、犯人はプロすぎて見つけることが不可能でしたとか、そこまで行くんでしょうかね。そんなすごいアイスマンみたいなやつがなぜ稲田さんをわざわざ狙うのか、どこまで行っても不思議ですけどね。それでは最後の項目です。詐欺込む項目4、稲田さんを感想はグレミルです。これなんですが、僕実はちゃんとやってました。今まで2回やってて、1回は軽め配信中やって、それしか覚えてなかったんです。でも1回がっつりとやっていたんで、そっちを見てもらった方がいいでしょう。今回こういう騒ぎになった後にやってしまうと、何でも後出しだ後出しだと言われますから、以前やったのを見ていただいて、面相通りかどうか判断してもらった方がいいですよね。それではどうぞ。では僕はワイプに移動しますと言ったものの、稲ちゃんに関してはさらに角度が下がってしまうかもしれませんね。それくらい特殊です。メガネをかけていない写真の方がいいので、こちらにしましょう。一応ネット上の写真はできる限り先に見ております。ちなみに横から見るとこんな感じですから、常人とは少し違う顔型であるのがご理解いただけると存じます。小田原ドラゴン先生の名作漫画チェリーナイツの江藤先輩そっくりの顔型をされています。田村わりゃーと言ってしまいそうになりますね。では行きます。顎がすごい出ているのですが、顔型はまた猪木さんとかとは別なんですよね。これは面相では顎が出ているというよりは中底部分がへこんでいるという表現をしますので、いわゆる陥没型になります。もしくは三日月型と書いてある草書もありますね。知的な人間であるのですが、その能力を悪い方向に使う人が多いとされています。また執着がすごく、その点から人に嫌われることもあるので注意と書かれていますが、それでもここまでのレベルはさすがに昔ながらの草書も想定はされていません。ですが一応陥没型の読み取りになります。ではここからパーツに行きましょう。額に行きますが、どこまでが額なのか、生え際もどれなのかが非常に難しいです。予想はしていたのですが、やっぱりこのチャンネル史上今のところ最難関ですね。それでも今までの経験で予測しながらいきますが、額はきっそう計算ができて頭が良いです。で、実は髪の毛や、おはげ上がり方も戦乱要素に入るんですが、これはあんまり良くないんですよね。健康運やトラブルに注意です。いつかの動画や配信でも言いましたが、もう少し綺麗に整いながら左右を残しつつ真ん中だけ薄くなっていた場合は吉相になります。元鹿島アントラーズのアルシンドさん系は騙されやすい。後頭部だけハゲている場合は競争となります。次に眉毛を見ていくんですが、密度は薄いですよね。こちらもマイナスで健康運が良くなく、女性に顎で使われたりします。草書には孤独死などとも書かれていますね。陰道と三根は少し広めなのでマイナス。道徳心の低さ。電卓はちょうどいいですね。目は喫緊を合わせ持ち。大きさはこれで釣り上がっていると大きく競争になるんですが、角度はそんなについていないのでまだ大丈夫です。人に恵まれることもありますが、自分自身が相手を信用できません。また色や酒やギャンブルなどに狂うこともあるとされる目ですね。鼻は平層です。まあお金はそこそこ良しでしょう。人中は少しマイナス。評判はいいので対人運は良し。口元も強寄りなんですよね。残念ながら関係が冷淡というリーディングになります。顎が張っていますが、稲ちゃんのケースはマウント思考系などとは読まないですよね。これは通常診断が不可能な特殊タイプです。全体的な診断ですと、頭はよく回転が速い。そして人をなぜか信用できない。一番目立つのは健康運の悪さです。という読み取りになりましたが、稲ちゃんだけは正直このチャンネル史上最も面相リーディングが通用しない顔と言っても過言ではないでしょう。稲ちゃん恐るべしでした。はい、どうだったでしょうか。めちゃくちゃ読み取りが難しいので困っている以前の僕がいましたね。だいたい1年前にやっていましたが、合っておりましたでしょうか。ただ稲田さんの場合は全然経験則が通じないので、仮に当たっていたとしても偶然、間違っていたとしても僕的にはあまりダメージはありません。それくらいイレギュラーなお顔ですよね。ただ今回の件についてはどう見ても嘘をついているとしか思えません。最初から謝った方が僕は良かったと思いますが、こうなってしまった以上突き通すしかないですよね。吉本がどこまで守ってくれるんでしょうか。本当にここ数年芸人さんのこういったケース多いですよね。 SNS を使って売れる人もいれば、 SNS で沈んでいく人もいる。例なんかよりも SNS よっぽど怖いですよね。はい、ということで今日はアインシュタイン稲田さんの続報と感想枠をやらせていただきました。本日もありがとうございました。8月31日マジシャンアツシ君によるコールドリーディングホットリーディングのセミナーが大阪にて行われます。今回は生中継のライブチケットも販売しますので、現地に来れない方も一緒にレクチャーを受けれます。大阪会場は席がかなり少ないので、気になる方はお早めに概要欄にあるショップからチケットをご購入ください。それでは8月31日よろしくお願いします。
ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。詐欺被害者を減らし、詐欺をやっている人間を共有する詐欺師撲滅サイト詐欺コムを立ち上げました。詐欺コムでは詐欺師の情報を随時募集しておりますので、どうぞ投稿フォームより通報の協力をお願いいたします。最新の詐欺師の情報を共有して、新たな被害者を生まないような仕組みを作っていきましょう。また詐欺コムでは詐欺に引っかからないようにするトラストリテラシーを上げるためのセミナーの開催や、デバンカーやマジシャンによりますレクチャーノートも販売していますので、いつも騙されてしまう、まだ防御力が低い方は一度サイトを覗いてみてください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。